今日も営業お疲れ様でした。ちょっとこうお客様がこう来た時にいろんな話を聞いて面白い話を結構ピックアップとかしてこうやって話したりとかするんですけど、確かにね、昔から言われてることがあって、こうギターとかを釣ってたりしてたら問題ないよねみたいな話あるじゃないですか。これなんかギター界とかのなんか都市伝説みたいな話なんですけど、釣ってたらネックが反らないみたいな、なんかその話ってね、意外と多いんですよ。なんか自分ギターつってるんで大丈夫ですって、なんかまあそれを信じて、まあ別になんか別に変な言い方じゃなくて、それを完全に信じててつってるから大丈夫だと思ってたけど、めっちゃ状態悪くなっちゃいましたんだけど、なんでですかねみたいな。いや、つっててなんか効果とか別にないですよみたいな っていうやり取りしたりとか、またそれを、ギターってつってた方がいいんですかみたいな感じで、これやってたらなんか大丈夫ってなんか見たことあるんですけど、みたいな。なんか昔からそういうのあるんですけど、あのね、まあ、理屈はね、その話の理屈としては、こう、吊り下げて、ボディが、まあ、ネックにボディがこう、ついてるわけじゃないですか。その重さで、なんかネックが矯正されてまっすぐになるから反らないみたいな話らしいんですけど、ただね、それ全然、なんていうのかね、それよりも、弦の張力の方が何十倍も強いんですよね。だそこがなんかね、自分もすごい、なんかここは、気にするのに、なんで弦を緩めたりとか気にしないのかなっていうのがすごい自分謎なんですよ。この説って。だ例えば、ボディって言うて重たくても2キロぐらいだと思うんですよね。だいたい3キロ、4キロ台ぐらいが一般的な重さだと思うんで、だいたいそのうちの半々ではないんですよね。ネックの方が軽いんで、だいたいボディの方が重たくなるんですけど、だ多分ボディが2キロぐらい。で、でもネックが残り 1. 何キロってのもちょっと違うかな。ネック1キロもあるかな？ないよな。まあ、主にね、多分、ネックは3分の1ぐらいの重さになるのかね。まあもちろんこれメーカーとか補強材とか仕込んでたり、まあそのペグもついてたりするからね。ベースとかだったらペグついて重くなったりはしますけど、まあ言うてボディの方が割合としては重たいわけですよ。それが、まあネックにこうぶら下がって、ネックをこうグーって、まあ引っ張る形になって、ネックがまっすぐにな固定化してくれるから、ネックの変化がしないみたいな、なんか説というか、があるんですけど、あのね、それ、なんでじゃあそれを信じるのに、弦を緩めたりするっていうところまで行き着かないのかなって、自分すごい謎なんですよ。例えば、ボディって結局2、3キロ、まあ多く、まあざっくりって2、3キロと数じゃないですか、ネックにかかる力ね。だって弦張力って、例えばライトゲージ、ギターのライトゲージでも45、6キロかかるわけで、そっちの方がむちゃくちゃ力かかってるんですよね。だそれで結局引っ張られてるから、で、つって大丈夫だっていう人がなんで弦緩めないのかなって、自分そこがすごい謎なんですよね。っていう話をしたりとかするんですよ。だからそういうのも含めてね、なんかこの世の中でこの業界のなんかすごい謎みたいな話とかあったりするんですよね。めっちゃ感じてたけど、話とかあったりするわけですよ。例えばね、よくあるのが、ギターの保管方法、ケースにしまった方がいいのか、出しっぱなしにした方がいいのか、これね、用途があるんですよね。例えば、もうしょっちゅう弾くんだったら、確かにね、もう出しっぱなしでいいと思うんですよ。よくあるのが、もうエアコンがガンガン効いてるとか、エアコンの風が直接ギターに当たっちゃってるとか、そういうのは正直よろしくないんですよね。これって結局人間と一緒なんで、人間が過ごしやすい季節っていうか、その環境っていうのは楽器も過ごしやすいんですよ。で、なおかつね、風邪をひくっていいわけじゃないんだけど、やっぱ冷たい風がこう当たってると、まあ人間って風邪ひくわけじゃないですか。楽器は風邪ひかないけど、やっぱそれに伴う、まあ乾燥だったりとか、特に冬場ね、もう今寒いじゃないですか。暖房とか効かせるって、これかなりの、かの、なんで乾燥する風が直接当たるわけですよ。あ、直接当たんなくても、やっぱこの環境がすごい、こうやって湿気のメーターね。例えばこんな風に、今なんとかなっていますけど、やっぱ40%とか近い、ちょっと乾燥傾向によってんですよね。それをやっぱりこう加湿器も一緒にこうやって、この暖房で温まるのはいいけど、その分乾燥しちゃうから、もうガンガン湿気飛ばすとかしないと、もうバランス取れなくなるんで、このメーターとか見るとね。いや、そういうのも管理しないといけないんだけど、そういう風に、この影響がもろに当たっちゃうところにギターを置くの良くないよねとか、まあそれは多分みんな知ってると思うんですよね。で、結局保管に関しては、もう毎日のようにガンガン弾くんだったら、まあ別に出しっぱなしでもいいかなって思うんですけど、まあ大体の人って、まあちゃんとしたギタースタンドとか、なんていうの、安全なスタンド？
持ってないと思うんすよ。よくある例は、毎日引くからって言って、なんか立てかけてる人ね。いわゆるね、何かしらのアクシデントでバッタン倒してネック折るとか、まあ、何かしらの不具合を、スイッチが折れるとか、なんかまあいうのあるわけですよ。トグルが、レスポールがネック折れたりとか、トグルがぶつかってのトグルが折れるとか、なんかちゃんとこう切り替えできなくなるとかね。まあ、もしくはポットとかにも当たって、ポットのなんていうのかな、シャフトに力がガーンって当たると、あのポットのなんていうの、あのカバーが割れて、なんていうの、まあ、まあ途中でまあこう音が出なくなったりとかするわけですよ。いや、そういう風に、何かしらトラブルが起こるんだったらちゃんとケースにしまってた方がいいよねとか、まあどっちにしろケースにしまってもソフトケースで立てかけてる人とかっているわけで、立てかけてるくらいだったら寝かせてた方がいいですよね。なんで立てかけてると何かしらのアクシデントでバッタン倒すことがあるんで、そういうのはもう単純にもうだったらもう最初から寝かせてた方がいいよねみたいな、そっちの方がまだマシだよ、マシでしょっていう感じで自分は考えますけど、でもう一つ確実に言えることは F ホールね、いわゆる箱物、335号とかみたいに箱物の F ホールが空いてるギターってもう伝送系がもろに見えてるギターなんですよね。じゃあ何が原因があるかっていうと、このポットとかのこの隙間にゴミが噛んじゃってガリが出たりするんですよ。まあ、特にあのアコギもね、アコギもそうなんだけど、あの一応自分気使って掃除してるんですよ。アコギとか預かったり、この箱物とかも、いわゆるシューターね、ここ来た人は分かると思うんですけど、空気圧のブシューってやつあるじゃないですか。あのブシューのやつでアコギとかのホールに向かってブシューってやったらもう煙出るんですよ。いわゆる煙っていうか埃なんだけど、あのね、それぐらい汚れて蓄積されてえらいことになってるんですよね。その汚れたちが、まあアコギはまだいいんだけど、いわゆる335号みたいなエレキものだと、その埃とかがこのポットとかに噛んじゃってガリが出るとかね、して伝送トラブルになるわけですよ。だから長持ちしなくなっちゃうんですよね。だからそういうギター出しっぱなしにするとゴミがこう入るこの時間が増えちゃうから、弾かないときは閉めてた方が逆にこの伝送の方が長持ちする結果につながるとかね、そういう風になったりします。だからよくやる保管ケースに入れっぱなしだと、ケースの中で湿気とか乾燥で悪いんじゃないのっていう、確かに言えてるんですよ。やっぱりこの夏場とかは湿気ジメジメで、そのケースにしまうとさらにこの中って湿気でジメジメになるでしょうから、そこの中だけが乾燥するわけじゃないでしょうからね、定期的に開けるとかね、換気させるとかしてた方がいいんですけど、よくあるのはシリカゲルね、ケースの中にシリカゲル入れてた方がいいってみんな言いますけど、あれ別にあの疑ってるわけじゃないんだけど、シリカゲルってあれ目に見えて効果がなんていうのかな、発揮されてるのって見れないじゃないですか。例えばこのシリカゲルを何かしらも肌とかにこうやってやって、あ今なんかこれ吸ってるねみたいなって分かるわけないじゃないですか。なんかそのあれって湿気が強い時は乾燥して、乾燥の時は湿気出すみたいな感じになるんですけど、あれをなんか肌感というか、こうなんていうの、あこれちゃんと効果があるねとか、まあそれ目に見えて分かる効果ではないじゃないですか。なんかメーターがついてて今動いてますよとか、今湿気出してますよって目視でできるもんじゃないじゃないですか。まあ、結局信用なんですけど、あれを入れてたところで、これの効果が果たしてこのギター1本に対しこれ1個で完璧な効果が発揮できてるのかって分かんないじゃないですか。人によっては2個とか3個入れますけど、逆に2個とか3個入れちゃうと過剰で、例えば乾燥、例えばシリカゲルが乾燥させようと思った時にそれが3つ働くわけで、で乾燥させすぎて材に良くない、だから木材が乾燥しすぎて材が縮小して割れるとかっていう風になるのかなとか、まあ、もちろんそれ3つが一気に乾燥したらお互いのシリカゲルがなんか乾燥してるしすぎてるから湿気増やそうぜみたいな感じで、なんかいい感じにバランスするとは思うんだけど、まあ、とはいえそれらも予想じゃないですか。それらが本当に働いてくれてんのかって分かんないわけで、だからどっちかっていうと自分はその辺も、まあ、信じないってわけじゃないんだけど、やっぱ自分はもうなんていうかな、人というか自分で確認したいな。だからこうやってメーターつけてこういう、なんか暖房つけてるから、じゃあガンガン、この、今そうやって乾燥傾向になる、なんていうの、働きが起こってるから、じゃあ加湿器でめっちゃ水、水分飛ばしましょうね、みたいな感じで自分でやるかなっていう。まあ当然限界はありますけどね。自分ここに毎日この夜中というか24時間ここにいるわけじゃないから、だからそういう意味では、まあいるときはこうやってメーター見て、あ、やっぱり乾燥してるなって言ったら加湿器、なんかターボモードとかあるんだけど、そういう風にするとか、逆、まあ、冬場だったらもう雨降ってもそんなにあのジメジメしないから、そういうことはしないんだけど、
夏場とかジメりすぎたらちょっと乾燥させた方がいいなというか、またこの機械使って乾燥のモードに切り替えて使うとか風にしたりするんですよね。だからどっちかっていうと自分でやった方がまだなんかこう楽器的にはいいのか、いわゆるまあそれ何回も言うけど別に信用してないわけじゃないんだけど、そのよくわかんないものを使うよりかは自分でちゃんとしたその効果がわかるもので自分はやるかなっていう、そんな考え方です。はい、じゃあそんな感じです。とりあえずね、そういうなんか今までそういう風に話があったんだけど、でもよくよく考えてたらなんかそういうのもなんかおかしな話だよねみたいな話今回してみたんですが、またそういうのもまたお客様と話した時に、あ、これまたなんか話のネタにしたら面白いかなっていうことを気づいたらこうやって発信しますんで、もしなんかこう来るお客様もなんか気軽に聞いてくださいね。なんかね、そういうのとか自分ネタ拾ったりとかするんで、だからなんかそういうのが結局なんか話のネタにつながるんで、なんか疑問に思うこととか、こんなことってどうなんですかねみたいな、そういう会話からもこういう YouTube のネタ拾いますんで、なんかその辺もなんかよろしくお願いします。やっぱりなんかもう自分で考えるとこれぐらい知ってるっしょみたいな感じでやっぱ思っちゃったりする節があるわけですよね。でも意外とそれらがあまり知られてないとか、意外とこうやって話したら面白いって感じる人がいるわけで、やっぱなんかやってみてもな、やってみるもんだなって思ったりすることも多いんで、なんか ネタ提供というか、まあ、もしくはコメントで提供よろしくお願いします。じゃあそんな感じでした。ご清聴ありがとうございました。